いんですか？すみません。じゃあ、お芋の皮むきお願いしますです。昨夜と今朝と2連敗してます。今夜こそは3度目の正直で勝利するんです。そうです、これはもう勝負なんです。プロのハウスメイドとしての誇りをかけた幸恵とみんなの真剣勝負です。今幸恵は赤く燃えているです。管理人さん、危ないです。指切っちゃったです。本当です。いいえ、大したことなくてよかったです。はいです、頑張るです。今夜は完全勝利です。ごちそうさまでした。ごちそうさま。ごちそうさまです。ごちそうさま。今夜も完全敗北です。残しされてます。真っ白に燃え尽きたです。ルル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 。お夜食を頂戴しに参りました。待たれてました。任せて。じゃ、いただきます。私、カレーはチキン派だけど、このシーフードカレーは別格ですよ。甘い。この私が食べて、寝かせる残りが出ると思いますか？ありがとうございます。元気100倍です。あ、幸恵さんが復活した。また明日も頑張るです。わーい、明日もごちそうだ。
管理人さん、何かご用ですか？ご苦労様です。どうぞ。お疲れ様です。日曜日なのに大変ですね。なんだか悪いです。私たちはお休みなのに。私、お手伝いしましょうか？え、けど。それで、いいんですか？はい、わかりました。はい、ご苦労様でした。私のお部屋のですか？はい、どうぞ。お疲れ様です。日曜日なのに大変なんですね。私たちお休みしてるのに、なんだか悪いな。そうだ、私、お手伝いしましょうか？お兄さんがそう言うなら。はい、ご苦労様でした。またね、お兄さん。お待たせしました。それってこれ？だってほら、夏だし。そろそろ使うから試着してたんです。プール開きももうすぐだし。まさか学校ではスクール水着ですよ。この水着はレジャー用ですって。プール開きってのは寮のプールのことです。そう、待ち遠しいなぁ。学校のプールと違って、好きな時に好きなだけ泳げますからね。毎年この時期が来るたびに思いますもん。はぁ、妖精でよかったなって。はい、どうぞ。
きに答えてくださいね。私の水着姿どうです？本当？私可愛い？変だったりしない？私だって年頃の女の子ですもん。体重が一気に増えたら水着の季節到来だし、太ってたりしたらせっかく新調したビキニ着れないし、私本当に太ってないですか？
面白みのないやつだな。まあ仕事で仕方ねえか。何かご用ですか、管理人さん。了解しました。でもこの部屋には蛍光灯はありませんよ。はい、そうです。興味がありますか？そうですか。お兄ちゃん、うるみに会いに来てくれたの？お仕事？お部屋？うるみの？うん。おしまい？天気、明るくなった？うるみね、夜、怖いの。暗いと、怖いの。けど、ピッカピカなら、怖くないの。お昼ご飯ですか？晩ご飯ですか？おやすみなさい。
その管理人さん大変だなって。日曜日なのに私たちのために働いて。ご苦労様です。いえ、入りなさい。ふーん、ずいぶん手際がいいじゃない。あら、言うじゃない。じゃあついでにエアコンも見てちょうだい。今朝方から調子が悪いのよ。
ぐ見なさい。まったく、融通が効かないのね。仕方ないわね。けどいいこと？急ぐのよ。